おはようございます。ただいまから産業交通水道委員会を開会いたします。本日は初めに上下水道局関係で報告1件の聴取および昨日までにお申し出のあった一般質問を、次に交通局関係で報告1件の聴取を、次に産業観光局関係で昨日までにお申し出のあった一般質問を行うことといたします。また B 社報告および一般質問については関係する B 社のみの出席といたしております。次に前回の委員会で上下水道局に要求いたしました資料は議員団室に送付いたしておきました。以上ご了承願います。それでは上下水道局関係の琵琶湖疏水記念館のリニューアルにかかる整備内容案についての報告を聴取いたします。 B 社報告願います。今井総務部長、どうぞ着席して、どうぞ。はい、ありがとうございます。それでは琵琶湖疏水記念館のリニューアルにかかる整備内容案につきましてご報告を申し上げます。お手元の委員会資料をご覧ください。上下水道局では平成31年に開館30周年を迎える琵琶湖疏水記念館のリニューアルを行うこととしており、この度リニューアルにかかる整備内容の案を取りまとめました。1、リニューアルの目的でございます。琵琶湖疏水記念館は疏水の意義を多くの方に伝え、先人の偉業を検証するとともに、将来に向かって発展する京都の活力の源となることを願い、寄付金をはじめとしまして市民の皆様のご協力をいただき、琵琶湖疏水竣工100周年を記念して平成元年8月に開館いたしました。本年は明治開元から150年の節目にあたり、明治の一大事業である琵琶湖疏水事業に対する関心が高まる中、今なお京都市民の生活や事業活動を支え続ける琵琶湖疏水の歴史や意義をより幅広い層に伝えられるよう、展示内容の刷新や空間演出の充実を図るなど、開館30周年となる平成31年に向け琵琶湖疏水記念館のリニューアルを行うものでございます。箱書きには参考としまして琵琶湖疏水記念館の概要を記載しております。続きまして2、リニューアルコンセプトでございます。疏水に関して知識をお持ちの方だけでなく、小学生や観光客など幅広い皆様が楽しみながら学んでいただけるよう、お客様目線に立った快適で分かりやすい空間展示を目指すために4つのリニューアルコンセプトを設定いたしました。1つ目は印象的な空間演出でございます。演出照明による疏水のトンネルやその水面の揺らぎの表現、プロジェクションマッピングによる疏水沿線の地理的特徴等が伝わる映像展示など、印象的な空間を演出いたします。2つ目はストーリー性のある動線とゾーニングでございます。疏水事業の目的、建設、京都の近代化に果たした役割や現代の疏水の紹介へと展示内容を時系列でつないでまいります。3つ目は分かりやすい展示でございます。各展示室のテーマに基づくグラフィックパネルの活用や、難工事であった疏水建設の作業現場を疑似体験できる工事道具タッチングなど、来館者が明治の先人に思いを馳せ、近代日本の大事業であったことを分かりやすく実感していただけるような展示となるよう工夫をいたします。4つ目はフィールドミュージアムの情報発信拠点化でございます。インクラインや水路閣など周辺に点在する疏水関連施設を野外博物館、いわゆるフィールドミュージアムとして一体的に捉え、来館者を屋外の施設へと誘導するような情報発信を行います。続きまして3、整備内容の概要でございます。別紙の横長の資料によりましてご説明をいたします。別紙スライドの位置をご覧ください。フロアイメージ図を記載しております。整備箇所を階層ごとに色付けし、来館者の動線を青色の矢印で示しております。ページ右側スライドの2、1階エントランスでございます。エントランスでは演出照明等を使用して琵琶湖疏水トンネルのアーチと水面の揺らぎを表現し、疏水の流れを演出いたします。また壁面には琵琶湖疏水と京都の位置関係を紹介する東大疏水名所図絵を配置し、
土地勘のない来館者の地理的な理解を促進いたします。なお、スライド下段には記念館の既存空間の写真と当該箇所を色付けした見取り図を記載しております。続きまして、スライド3をご覧ください。1階ガイダンスシアターでございます。1階エントランス左手のガイダンスシアターでは、200インチの大画面を通して琵琶湖疎水の建設に携わった人々や疎水の歴史などを7分程度の映像で紹介し、疎水への興味を喚起いたします。次にスライド4、1階第一展示室でございます。展示テーマは琵琶湖疎水の計画と建設とし、明治期の一大土木事業である琵琶湖疎水の計画から建設に至るまでの資料を展示いたします。まず1階玄関口から続く疎水の水面の揺らぎによりまして、第一展示室へ誘導する動線を表現いたします。次に壁面の右手には大年表を設置し、琵琶湖疎水の概要等を紹介いたします。壁面の一番奥ではプロジェクションマッピングを活用した映像展示を行います。縦横3メートルの白色の立体模型に映像を投射し、疎水周辺の土地の起伏や断面図、狭く深い第一砂手溝を加工する様子等を分かりやすく紹介し、工事の規模感や環境が伝わる展示を行います。ページ一番右下のイラストですが、出入り口の左手には工事道具タッチングを設置いたします。当時の工事道具であるスコップなどの現物やカンテラのレプリカを設置し、直接触れていただくことによって手作業中心だった工事の大変さを実感していただきます。続きまして、スライド5をご覧ください。地下1階第2展示室でございます。展示テーマは近代都市京都の実現に向けてとし、テーマグラフィックを活用し、京都の近代化に貢献した琵琶湖疎水が果たした役割や京都市三大事業等について紹介いたします。イメージ図の左側ですが、レンガ造りを模した壁面とするなど明治期の建築物を連想させる出来といたします。第二展示室中央には既存のジオラマを展示し、大正期の蹴上周辺の様子をご覧いただきます。また展示室の出入り口付近には水力発電体験の模型を設置し、ハンドルを回して明かりが灯る様子を疑似体験することによって、蹴上発電所で使用されたペルトン水車による発電原理を理解しやすいものといたします。次にスライド6、地下1階第3展示室でございます。展示テーマは現在の琵琶湖疎水としまして、フィールドミュージアムの情報発信拠点として疎水沿線巡りに導く展示や、記念館の所蔵資料をタブレット端末を用いて閲覧していただくことで学習効果を高めることができる資料アーカイブスタディコーナーを設置いたします。記念館から周辺の琵琶湖疎水関連施設への広がりを感じさせる白を基調とした開放的な施設といたします。展示室中央には既存のインクラインの模型を設置し、インクラインが動く様子をご覧いただくことによって、周運や通線事業に対する理解を深めていただきます。インクライン模型の床面には、周辺施設の名称と方角を記し、壁面の琵琶湖疎水周遊マップと対応させることによって、来館者を記念館周辺施設への周遊へといざないます。スライド7をご覧ください。2階ギャラリーウォールでございます。記念館での特別展の開催が可能な可変展示スペースを整備いたします。また AV ホールにおきましては、音響機材およびプロジェクターについて最新の機器に更新をいたします。スライド8、インクラインドラム工場でございます。記念館の屋外施設でありますインクラインの操作場跡であるドラム工場につきましては、これまで一般公開を行っておりませんでしたが、今後常時ご見学いただけるように照明機器などを改修いたします。続きまして、本体資料の2ページにお戻りください。本体資料の2ページでございます。4、改修費用でございます。リニューアルにかかる改修費用は7800円であり、財源につきましては水道基金、このうちのいわゆる疎水基金等を活用することとしております。主な改修項目は、ただいまご説明申し上げました展示内容の刷新および空間演出の充実、並びにインクラインドラム工場の照明改修に加えて、1階および地下1階のトイレにつきまして、より快適なものとなるよう設備改修を行うことといたします。最後に5、今後の予定でございます。8月から展示物等の設計・制作などを行い、12月8日から記念館を一旦休館し、
来年1月31日までにリニューアル工事を完了させ、開館準備を進めた後、3月上旬に式典及びリニューアルオープンを行うこととしております。このリニューアルを契機に、京都の発展の礎となるとともに、今なお市民の暮らしやなりわいをさせ続けている琵琶湖疏水につきまして、市民をはじめ幅広い皆様に関心を持っていただき、ご理解をいただけるようしっかりと取り組んでまいります。報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。はい、ただいまの報告につきまして、何かご質問はございますか。小林委員。おはようございます。よろしくお願いします。第一疏水を利用する疏水通船が67年目ぶりに復帰して、私も試船というか試し乗りを市議員とさせていただきました。当初の感想はややトンネルが多いかなと思ったんですが、まあごめんなさい、ガイドさんがうまくやってくれたり、まあいろんな明治の天国っていうんですか、名言が書いてあったり、まあそれなりに、特にやっぱり山科の毘沙門周辺の疏水はきれいで、岸から声をかけてくれる人などあって興味を持っておられるなという感じはいたしました。まあ、そこでですね、春の運行期間中の乗車率を聞きましたら 98.1% と、はっきり言って私の想像を相当上回っております。それはですね、料金が高いのにこれが果たしてくるのかなというのがあったのと、まあ、うまく JTB はじめ関係者がこうセットにしたのが良かったのかなと思ってみたりもするんですが、そんな中で NHK の大河ドラマ西郷どん、瀬郷どんですね、放映中ですけど、その西郷隆盛の息子の南方の島で生まれた西郷菊次郎が二代目の市長でもありまして、三大事業と称される事業の第二疏水を建設を成し遂げられたということで、まあこのように明治開元150年目の節を迎えるということで、琵琶湖疏水が改めて注目を受けている中、一方開館30年と歴史は浅いんですが、疏水記念館のリニューアルを行うと聞きました。整備内容についておおむね理解しております。私も何度か2度ぐらい行きました。関係者のその疏水当時の田辺さんとか関係者何人かのご子孫が表彰を受けられた、何の会だったらちょっとそれ以上記憶がないんですが、そこに寄せていただいたこともありましたし、ただですね、現在の疏水記念館の状況から確認したいんですけど、記念館で、まあ、どのような展示を行っているのか、それで来館者がまず、どれぐらいなのか、当初これから聞きたいと思います。今井部長。はい、琵琶湖疏水記念館につきましては、まあ、先ほどもご説明申し上げました通り、疏水竣工100周年を記念しまして、疏水の意義や歴史、建設の困難さなどを市民の皆様にご理解いただく、そういう目的で建設をしたものでございます。館内でございますが、疏水が京都の近代化に果たしました役割でありますとか、水道事業のこれまでの歩みを紹介するパネルや写真、あるいは、まあ、疏水周付近を復元しましたジオラマ、あるいは当時の建設当時の測量図面、そういった貴重な歴史的な資料を展示しておるところでございます。来館者の状況でございますが、近年は隣接しております動物園の再整備なんかもされておりますし、岡崎地域に非常に多くの観光客がお越しになっておられます。そういった効果もありまして、この間ここ数年ですが年間10万人を超えるような来館者がございまして、昨年度で申しますと過去最高の14万7千人というような状況でございまして、本年1月には延べの来館者が250万人を超えたということで、セレモニーも開催させていただいたところでございます。来館される層でございますが、
非常にそういう歴史的な資料、貴重な展示がされておるということで、そういう土木関係に造詣の深い方々なんかには特に高い評価をいただいておるところでございますが、その他校外学習として小学生の方々でありますとか、一般の市民、あるいは最近で言いますと、先ほど申しましたように周辺を周遊される観光客の方が、フラッと来られるというようなことも多くなってきておるということで、非常に賑わいを深めている状況でございます。以上でございます。はい、小林委員。そもそもですね、少し私はいつもで2回ほどしか行ってないんですが、機械に私個人が弱いこともありまして、やっぱり玄人好みのものだなという印象は拭えないですね。そこでもう少し一般人に難しくないような、聞きますと中学校か小学校かなんか決められてるんですか、花瀬山の家何年で行くとか決まってるように、なんかかなりその方は言ってるようにもちょっと耳に挟んだんですけどね。大体そもそもこういうものはそうなんですよね。本間ものの非常にいいもの、高度なものであっても観光客が入るのとか一般人が見るのとはこれは別問題であります。例えば私の家の近所、観光道路、いわゆる絹かけの道がありまして、ちょうど私は金閣寺と龍安寺のど真ん中です。それから東寺院があり、二名寺があるんですね。この間が2キロほどでなんですが、やっぱり一番入っているのは金閣寺、次龍安寺なんですよ。で、東寺院が一番低いですね。二名寺さんは桜だけなんです。で、これ理由を見ますとね、やっぱり普通の人はもう有名な金閣寺なんですよ。雪が降ったらどっと来るなに。ただ世界遺産に行っても、話ちょっと飛びますけどね、非常にそれ豪華一点主義ですよね。龍安寺もあれ、庭を見て少し落ち着いてそういう感じがいいんでしょう。東寺院さんも地味です。足利尊氏ゆかりやとか、何や牧野正造の映画の日が歩いたって誰も知りませんね。で、仁和寺さん、これはもう立派な御室御所という歴史を持ってて、終戦後一時は天皇陛下がお住まいになってもというような話もあったぐらいなんですが、ところが桜だけが人気で一般人気はないですわね。難しいのか、こういうもんだと思う。その辺のところのね、やっぱりうまくやられて値打ちのあるもんなんですから、もう少し、ただ歴史は30年と浅いです。今回のリニューアルに踏まえた理由をもう少し具体的に聞きたいのと、先ほどコンセプト の説明ありましたけど、改修にあたってですね、そもそも市民、それから観光客に認知度が低いと僕は思っておりますが、意見は来館者の意見をお聞きになっているのか、またどのように反映をされたのか、その辺ちょっと具体的にお願いいたします。今井部長。はい、リニューアルの理由といいますか、きっかけでございますが、今先生おっしゃられた部分でございまして、来館者が、ここ数年近年、周辺の周遊される方も含めて非常に増えているという状況の中で、来館される、そういう層、あるいはそのニーズと今のその展示の内容が、ずれといいますか、若干のミスマッチがあるのかなというふうに感じてきた、そういう部分が、正直大きいところでございます。市民の意見という部分でございますが、リニューアルの検討に先立ちまして、昨年の5月から来館者のアンケートを継続してこの間実施をしてきております。今現状で約1400のご意見を頂戴しておるところでございます。そのご意見を日本博物館協会というのがあるんですが、そちらの自己点検システムというものがございまして、それを活用して少し課題を整理させていただきました。上がってきた課題としましては、展示物の量が多い、それから動線が分かりづらい、あるいは参加型体験型の展示が導入されていない、それから、小学生向けには展示内容が難しく理解しづらい、
さらには、多元対応が一部にとどまっていると、こういうような課題が抽出されたところでございまして、この課題に、を対応するクリアするために、先ほどの4つ の, あのコンセプトに基づいてあのリニューアルを実施しようとするものでございます。とりわけですね、そのストーリー性でありますとか、分かりやすさという部分、特にこの部分につきましては留意をしまして、展示室間の動線を少し整理をするとともに、実際に触れる機器ですね、工具タッチングでありますとか、水力発電体験、あるいは、パネルもグラフィックパネルというようなものを、使って、非常に分かりやすくなるようにちょっと留意をしておるところでございます。最後に多言語対応につきましても、大きなパネルにつきましては4カ国語を対応してまいりたいと考えておりますし、その他の小さい説明板につきましても2カ国語対応、これについては実施してまいる予定でございます。以上でございます。小林委員。もう少し何点か聞きたいんですけどね。今こう説明を受けて、大きなグラフィックの設置、それから体験型の展示、さらにはですね、言語、多言語の対応と、この辺はね、非常に崩されたことは評価するんですが、先ほど挙げておられた課題の中にですね、展示物の量が多いということがあったと思うんですけどね、この点についてはどのような、対処をされていくのか、お答えいただきたい。和井部長。はい、展示点数についてでございまして、実は現在の展示点数ですが、331、ございます。これにつきまして精査を、行いまして、リニューアル後につきましては、できれば100点前後まで絞り込みを行ってまいりたいと、考えておるところでございます。先ほどの来館者アンケートなどでもですね、現状につきまして展示品の数が非常に多いと、で内容につきましても重複でありますとか、類似などということで、いわゆる情報過多の状況がありまして、見られる方にとりましては、消化不良というような状況につながっているのではないかなというふうに考えております。今回この展示資料の精査をしっかりと行いまして、重点化をするとともに、並べ方も時系列というようなことで並べ方も留意することによりまして、見られる方にとって分かりやすい展示を目指していこうというふうに考えております。小林委員。分かりやすい展示をされるということ自体は非常にいいことだと思うんですけどね、それだけ展示点数が減るということは、一方でその展示内容が薄れるという危惧も背中合わせだと思うんです。このあたりはどのように思っておられますか。今井部長。はい、リニューアルにあたりまして、展示内容の、精査、それから、テーマを展示室設定しておりますので、その流れに沿った資料を、うまく重点的に配置をすると、それから先ほどの説明でも、申しました、グラフィックパネルでありますとか映像展示、こういったものを効果的に組み合わせることによりまして、全体として内容を、低下させることなく、より深理解を深まるものとしてまいりたいと思っております。一方でですね、そういう現物の歴史的な貴重な資料、これがたくさんあって、その展示数を減らすと、これはご指摘の通りでございまして、その部分につきましても、2階の廊下スペースにそのギャラリーウォール、それから展示ケース、これの整備を新たにしまして、特別展なんかをそういった収蔵品を活用してできるような出題にしまして、そういった取り組みもしてまいりたいと考えておりますし、あと、新たに資料アーカイブスタディーコーナーというのも、設けておりまして、こちらで所蔵資料をデジタル化するということで、そういった取り組みを通じまして、専門性の高い、いわゆるクロートの方のニーズも一方で満たしていけるような取り組みについてはしっかりと行ってまいります。小林委員。そもそも建物がちょっと低いところにあると、そんなに大きくないもんなんでね、あれなんですけど、コンセプトの一つにインクライン、水路閣、関連施設をとの、フィールドミュージックを一体的に捉えているということは、いいと思うんですけどね、できるだけ来館者を
あの館内ではちょっと窮屈ですから、誘導すると、まあ、いうことでしょうけれども、これはどのように考えておられるのか、具体的にちょっと説明してください。今井部長。はい、フィールドミュージアムについてでございます。このフィールドミュージアムという考え方でございますが、これは博物館の、まあ、そのいわゆる箱物をですね、これ単体の箱ということだけではなく、その周辺の町でありますとか、まあ、既存の施設、それから、まあ、自然ですね、そういったものを含めて、まあ、エリア全体を一つの、まあ、博物館、エリアも含めて博物館と考えていこうという考え方でございます。まあ、これまでは、まあ、記念館に何とか来ていただくと、来館者を増やそうという、まあ、発想をしていたわけですが、まあ、それにとどまらず、来ていただいた来館者お客様を、記念館をスタート地点として、まあ、周辺の、実際の施設に足を運んでいただく、で全体を楽しんでいただくと、まあ、そういう発想で、まあ、進めていきたいというものでございまして、まあ、このために博物館の、記念館の単体を、まあ、魅力向上させることは、まあ、もちろんなんですが、個々の、野外の施設の魅力をしっかりと紹介し、それぞれの、魅力をつなぎ合わせることで、まあ、相乗効果を生み出すような、まあ、そういうことをしてまいりたいと考えておりまして、まあ、具体的にはそのインクラインでありますとか水路閣でありますとか、そういったものの、周辺の施設、この産業遺産、として非常に貴重なものですので、その魅力を館の中でしっかりとご紹介をして興味を持っていただくと、その上で館外、まあ、に出ていただいて、実際の、ものを見ていただく、先人の偉業を実際に間近で実感していただくと、まあ、そういうようなことを、まあ、促していく流れとして作っていただくいくような情報発信をしてまいりたいと、考えております。小林委員。よくわかりました。富士のミュージアム実現のためにですね、会館そのものの改修整備のほかにですね、何か取り組まれるということはあるんでしょうか。今井部長。はい、上下水道局 の、 先ほど申しました水道事業基金を活用したリニューアルとしましては、今資料でご説明をした通りなんですが、これとは別にちょっと別途国の資金、地方創生推進交付金を活用した取り組みというのを、まあ、関連して並行して今進めておるところでございます。これにつきましては先ほど冒頭紹介いただきました通船事業の船の建造、まあ、昨年度その資金を活用しまして船を建造したものなんですが、その事業につきましては、まあ、内閣府の交付金制度でございまして、昨年度、大津市と共同で国の方に提案をして5年間の期間で採択をいただいております。今年度もつきましても、その資金を活用しまして、疎水周辺の、まあ、インクラインなんかで中心とします、近代化遺産、これを活用した、まあ、周辺の回遊性を高めるような、コンテンツ開発、体験型のコンテンツ開発、まあ、こういったことをする事業をその交付金を活用して、行うこととしております。今申しましたコンテンツ開発、周辺の周遊性を高めるようなコンテンツ開発につきましては記念館のリニューアルとは直接リンクはしないんですが、ただやろうとしていることは、フィールドミュージアム、今申しましたフィールドミュージアムの発想と、まあ、直接密接に関わってくるものですので、その、まあ、我々の、リニューアルの取り組みと、国の交付金を活用した取り組み、これを、まあ、うまく絡み合わせる、それぞれが、まあ、連携をさせ、連動性を持たせることによって、まあ、うまく効果を高めてまいりたいと考えております。小林委員。最後にですね、まあ、この本リニューアルを機会に、まあ、当然琵琶湖疎水の魅力を高める、そしてそれが率いては京都の文化、観光振興、まあ、そういったですね、貢献されることを、まあ、大きく期待するんですね。関連性を持って最後の決意だけ聞かせておいてください。横畑次長。
はい、議員ご紹介のように今年は、明治150年事業、そしてテレビでの瀬古丼など、琵琶湖疏水に対する注目が増す中、来年度はアイコム、国際博物館会議ですか、この京都開会の開催など、今後文化観光振興 の機運も非常に高まってまいるというふうに考えております。この春には疏水通線、これを本格運行を開始しまして、こうした事業と有機的につなげていくということが非常に大事かなと思っておりますので、新たな観光ルートの設定やガイドツアーの開催などの事業を通して、多くの皆さんに記念館ではそのこう理論的に学んでも、実際にトンネルの長さであるとか、あるいは広さであるとかいうのを実感してもらう、そういうことが大事で、それは通線によって実現できますので、そういう機会の創出、これにつなげていくことが重要かというふうに考えております。このためには、今後、リニューアルを機会に、琵琶湖疏水の歴史と意義、これを伝えて広く発信していく、これが大事でありますし、先ほど先生がおっしゃっておられたように、小学校の、生徒たち、この次の世代を担う方々に、社会見学の中で体感していただくということと、そういった広報を強化するとともに、オール市としまして、アイコムの連携した事業の実施によりまして、岡崎エリアのさらなる魅力向上につなげて、京都の文化観光振興に貢献していきたいというふうに考えております。また合わせまして、平成元年について、30年ということで、まさに平成の歩みと記念館の歩みがイコールになっております。平成時代においても、司会そして市民の皆さんの、ご理解ご協力によって明治の事業を後世に伝えようとした取り組みをしてきた、このことも合わせて次の世代に伝えていければというふうに考えておりますし、全力でリニューアルに取り組んでまいりたいと考えております。以上です。はい、進行いたします。吉田委員。よろしくお願いいたします。今回30周年を期してですね、リニューアルをされるということで、予算の方も7800万という大掛かりな内容であります。10年前の20周年の時にもですね、私も交通水道消防委員の一員としまして、この上下水道局に対する質疑をさまざまさせていただく中で、この琵琶湖疏水記念館のこともですね、いろいろと、取り上げさせていただいた記憶がございます。今回この30周年というより大きな、節目の折にですね、この大きな節目の折での、大々的なリニューアルということですので、大変期待をしているところであります。しかも、今ちょうど日本中、世界中から京都にたくさんの人が来られている時でもございますので、ぜひ国内の多くの方、観光客の方々、京都に関心のあるさまざまな方々に対しての、配慮、あるいは そういう方々への誘致への努力もね、さることながら、未来を担う若い世代へ のそういう工夫といいますかね、企画を充実していただきたいということは一点お願いいたします。もう一つは海外の方々、インバウンドの、ね、方々への、サービスに対してはどうなのかという点であります。二条城の顧問をされているアトキンソンさんがですね、議員研修の講師で来られて、二条城が非常に外国に対して不親切であるというふうな、非常に強い口調で指摘をされて、さまざまな形で求めていたんだと、だいぶ少しずつ変わってきているというようなこともおっしゃっておられたわけでありまして、その後二条城のさまざまな努力によって、ここ数年短いのぐらい充実しているというふうには受け止めているところであります。で、今回まずその1点目聞きたいのは、この琵琶湖疏水記念館のリニューアルにおいては今までの、インバウンドへの対応、多言語化への充実の推進を、されていたと思いますけれども、それへの、反省を踏まえて、また今まで積み重ねてこられたノウハウを踏まえて、このリニューアルに際しては、インバウンド対応はどう考えていらっしゃるのか、多言語対応はどのようにお考えなのかをまずお聞きしたいと思います。今井部長。
はい、琵琶湖疎水記念館におけます、インバウンド対応、外国のお客様への対応についてございます。現状につきまして、展示等につきまして、英語表記併記ということで行っておるところでございますが、その表示そのものが、日本語も実はそうなんですが、非常に文字が小さいということで、なかなか外国の方がフラッとやってきて楽しんでいただくという状況にはなかなか、率直に申しまして、なりにくいのかなというふうに反省をしているところでございます。現状の外国から の来館者数ですが、正確な来館者数というのはカウントできていない状況でございますが、パンフレット、こちらにつきましては英語、中国語、韓国語のパンフレットを配布しておるんですが、年間2000、余り2000から2200ぐらい、ということで、ただ来館者としてはおそらくもう少し多くの方がお見えになっておられるのかなと思っておりますが、周囲の岡崎地域の歩いておられる方の数の比率からすると、この2000何がしというのは非常に少ない数かなというふうに率直に考えておるところでございます。その上で今回のリニューアルにつきましても、やはり外国の方がフラッと入ってきても行ってやっぱり楽しんでいただける、ある程度の理解をして帰っていただけるということを目指しまして、大きなパネルにつきましては4カ国語対応ということで、全体大きな流れ、それからその他視覚的に見て分かるような映像でありますとか、そういうものを駆使しますので、一定のご満足がいただけるものと思っておりますし、小さな個々の具体の展示物 の説明書きにつきましては、スペースの関係上どうしても2カ国語、日英対応ということになるわけでございますが、そういったものも、スペースの制約もある中、うまく、工夫をする中で、観光客の方、インバウンドの方が、満足して、いただけるような出題につきまして留意してまいりたいと考えております。吉田委員、具体的な計画はあるんですか？例えば、日本語と英語があると、でその英語の表記を含めて、自画自賛の工夫するというのは、する必要があると考えているということでしたけれども、具体的にはそういう需要を大きくするということなんでしょうか？あるいは、英語以外の他の言語はどうなのか、この点いかがですか？今井部長。はい、展示物パネル、でありますグラフィックの制作につきましてはこれからということでございますが、現状の計画では全体として文字は大きくすると、で、大きなグラフィックパネルにつきましては4カ国語、その他の、展示物につきましては、日英2カ国語ということで実際に、行っていく計画でございます。吉田委員、来館者に配られるパンフレットもあると思うんですよね、今も日本語で、折りたたみ式のコンパクトなものだと思うんですけれども、これの多言語対応に関する計画はいかがでしょうか？今井部長。はい、パンフレットにつきましては既存、英語、中国語、韓国語、それから日本語ということで4カ国語既に対応しておるところでございますが、今回この機会にパンフレットにつきましても刷新をする予定で、それにつきましても4カ国語対応してまいる予定でございます。吉田委員、満足度を向上するという点を重視していただきたいと思います。来てよかったなと思っていただけるようにね、親切にな配慮が必要だと思いますのでよろしくお願いします。2つ目はフィールドミュージアム の機能強化なんですけどね、このフィールドミュージアムとしての機能強化する工夫をさまざまされて、周辺の水路閣等の施設にも誘導していくためにさまざま計画をされているということであります。で、それの展示内容やその時のこう写し方、表現の仕方とか、それはさまざま工夫をされるということであります。で それでやっぱり水路閣等でもやっぱり行こうかなと思っていただけるようにね、することも大事ですし、また、周辺の岡崎地域、南禅寺地域への散策にもですね、つなげてやっていく、それが一歩二歩と進んでいかないといけない。今度は逆に周辺地域を周辺地域を目的に来た人も琵琶湖疎水館 に立ち寄りたいなと思うような誘導も、それぞれに相互誘導がいる
じゃないでしょうか。やはりそういう周遊成長ですか、その辺の岡崎地域の、トータルな魅力発信、そのまたその魅力の強化の中で、リピーターが増やしていくというね、さまざまいろんな角度 の観点がありますので、その点で、フィールドミュージアムを強化することも大事ですし、岡崎全体の地域 そのフィールドミュージアムの中における位置づけというのもね、もっとせっかく今回リニューアルするのであ るのであれば、岡崎のトータルのいろんな人たちと の局を超えたさまざまな協議をね、この際しっかり進めていかれて、でその中でのその疎水記念館が、にも誘導もするようにしていくことも大事だと思うんですよね。で今度また疎水記念館におけるさまざまなフィールドミュージアムの機能を強化していけば、連動するじゃないでしょうか、そういう観点もしていただきたい。それに点はどう考えていらっしゃいますか。で例えば特に、リニューアル式典でたくさんの人も、いや珍しいし行こうかなとか、市民新聞やさまざまなメディアでも紹介されてたから行こうかなと思う人がですね、来られた時には、例えばその1週間なりとかですね、コンシェルジュ的な、ね、方が来られるで、誘導される説明されるとかですね、いうこともまあいるような気もするわけでありますけれども、こういう、コンパニオン的なそういう、説明員の方が増員されるような一時的な、ことも含めたですね、コンシェルジュ機能というのはどんなふうに今考えていらっしゃるでしょうか。三枚部長。はい、フィールドミュージアムについてでございます。今先生まさにおっしゃられましたように、説明では館に来た、来館者が、展示を見ていただいて、実際の施設に、関心を持っていただいてそちらに、向かっていただくということが、一つ狙いではあるんですが、逆に先に、実際の例えば水路閣とかを行った方が、ふらりと、記念館に入ってこられて展示を見て、あそこはこういう施設だったのかというのを、理解を深めていただく、こういう逆の流れもあろうかと思っておりますし、そういう人の流れ、相互に行ってきてっていう、流れを、作っていきたいというのが大きな狙いでございます。でその上で今既存の、記念館でございますが、先ほどの少しご紹介したアンケートの声でも、おそらく観光客の方の声だと思うんですが、観光案内みたいなものが、ないのでそういうのを作ってほしいという声がございます。今回フィールドミュージアムは観光案内をするわけではないんですが、そういうことをすることによってそういった幅広い方のニーズも満たしていけると思っておりますし、結果としていろいろな方に琵琶湖疎水を知っていただくことにつながると思っております。でそういうコンシェルジュの部分でございますが、今状況としましては既存の職員数を増やすということは基本的には考えておりませんが、今いる職員 の案内機能の向上というのはこれは非常に重要だと思っておりますし、これまでなかなかできていなかった、ちょっとした案内説明案内ツアーというようなこともやっていきたいと思っておりますし、2階 の、特別展のスペースでありますとか AV スペースを使いまして、連続セミナーみたいなものもやっていく中で、何と言いますか、打ち上げ花火で終わらない、継続してそこが、岡崎の一つの、重要な拠点となるような、そういう、ふうに見てもらえるような施設にしっかりとしてまいりたいと思っております。吉田委員。多角的な複眼的な見方でね進めていただきたいですし、リニューアル当時においてちょっと特別なせっかく予算も投入されて、リニューアルオープン期間のねいろんな工夫者を企画してあると思うんですよ。その点も含めてコンシェルジュの機能に関しても、そんな莫大な予算をかけるべきであるとか言っているつもりはございませんが、その点も含めた、目新しいしまた見に来た方が非常に親切だったなと思っていただけるように、していく部分をお願いしたいと思います。で実は私ども公明党議員団は去年横浜市や名古屋市大阪市
神戸市の議員団の代表の人たちと一緒に京都市内の観光施設 の、 あの視察をね、合同視察をね、することになって、そのどこにあの他の都市の議員さんを、京都市ならでは の、 あの魅力ある、あの他都市にとっても勉強になるような施設をどこだろうかというふうにいろいろ考えて、結果、蘇水記念館と水路閣をね、指定させていただいて、でたくさんの人がぞろ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 と去年、見に来ていただいたわけであります。暑い暑い中水路閣まで歩いて往復して、へなへなって帰ったわけなんですけれども、蘇水記念館の時にはあの先ほど小林委員も紹介された西郷菊次郎のですね、カバンとかもあって、私も案内する時に他の都市の議員さんに、西郷隆美の息子のカバンですと言って偉そうにもうあの喜んでですね、紹介をさせていただいたわけであります。その時に私も感じたんですよ。全然京都市にあの来た、あまりそんな、毎回来ないような方とか、蘇水記念館に初めて来るような方にね、これが西郷隆美の息子のカバンですっていうふうに案内する人が横におったら、へーってなるけども、それがまあ誰もいらずにフラッと来て、ブラブラ15分ほどあの一周して帰ったら、見つからまま帰ることになる人がって出てくるわけで、大変 もったいないと思っておりまして、まあ、そういうこう紹介をされる方のね、存在であるとか、あるいはまあそういう人を常時雇うことができなければ、また違うやり方の工夫をお願いしたいわけであります。まあ、去年それを含めて私、候補者時代から含めて、それこそふらりと十数回この蘇水記念館行っておりまして、常連さんなんですよ。ですからまあちょっと、偉そうなこと言ってるわけでありますけれども、ぜひあのこうこの今回の、リニューアルの、コンセプト賛成しますので、あのぜひそれをあのより磨きをかけていただきたい。分かりやすい展示、親切な展示、魅力あるものにね、ぜひしていただきたい、このお願いしたい。でそのうちの一つとして、人物にもスポットライトを当てる必要性もあると思うんですよね。今ご紹介した西郷菊次郎もそうであります。また、10年前のこの交通水道委員会の時に、小林委員長の時代に私が委員の一人で、山本角馬という人の存在を紹介を しました。初代京都府議会の議長でですね、で蘇水の着工の時には商工会議所の会頭だった人物であります。これ山本角馬はその十数年前はまだほとんどの人が知らなかったんですけれども、金門の変の時の荘園 の、 その戦闘の時 の、 あの 目、 の 目にあの銃弾の、ね、煙が入って、それが原因で失明した会津藩士でありまして、新島八重のお兄さんなんですね。で れその後あの大河ドラマで西島秀俊がなんか山本角馬があの上半身裸であの水をかぶるシーンでえらい有名になって、いろんな人が山本角馬のことを知ったことがあるわけでありますけれども、その山本角馬もこの蘇水時代のね、あの府議会の中心者であり、また商工会議所の一員としてこの蘇水事業のね大事な役割になった、そういう人物であるわけなんですね。だから田辺作郎も京都市内では有名かもしれないけども、市外の方、国外の方はあんまりご存じないわけでありますので、残念な部分であります。今紹介した西郷菊次郎以外の著名人も含めてですね、埋もれた人物をぜひ、発掘して いくことになったんだなというふうに来た人が思えるようなですね、人物の魅力にスポットを当てるような工夫も、必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。今井部長。はい、人物に、まあ、注目したあの紹介の仕方、説明の仕方というあの点でございますが、あの資料 の、 あの別紙の方でいきますとですね、あのスライドナンバーでいうと5ページ、あの地下1階の第2展示室のところでですね、その見取り図でいうとあの右の方に人物列伝というものを設けておりまして、あの今あの委員の方あのご紹介いただきましたように、やはりあの見られる方の関心っていうのは、まあ、あの時代の流れであったり、あるいはあの個人あの人物に着目して、関心を持たれるということも多いと思いますので、今回、まあ、この蘇水に関連した人物にスポットを当てて、あの、まあ、
人物に着目した紹介を一つコーナーを作ってしたいと思っております。ただまあスペースの関係もありますので、全ての方をご紹介できるわけはないのわけではありませんので、そういった部分につきましては時々に応じまして特別展をやるとか、注目されている、人物が出てきた、何かトピックが出てきた、それに合わせたような特別展みたいなことも含めて今先生の方で、ご提案をいただいたご紹介の仕方、そういうのについても留意をしていきたいと考えております。吉田委員、まさにですね、特別展をやるたらどうかということをね、提案しようと思ってた ところで、部長の方から、ご答弁がありましたので、ぜひそれを期待をしたいと思います。歴史資料館とか高校資料館ではですね、定期的に学芸員のね、人が講座をしてはるんですよね。1年に1遍ぐらい、あるいは2年に1遍とかね、卒業記念館でもですね、本当に技術的な部分、水の魅力とか、それからその卒業のこれの重要性とかを来館される子どもたちにですね、説明してある学芸員の方がおられるのだろうと思うんですけれども、定期的なイベントとかされるときにもですね、特別展にも合わせて行うことも結構ですし、それ以外の時でもですね、いろんな、特別講座とかシンポジウムとかですね、そういうこととかも踏まえて、そういう時にこの期間限定でこの日に行います、メタに来ないこういう人が来ます、その時のテーマがこういう人物のこともスポット当てますというね、ことも工夫としてしていったらどうかなと思います。で、最後にですね、このインクラインドラム工場を新たに常設公開されるということでありまして、一旦、この記念館から出て、通路を通って、これまでは非公開であったインクドラム工場を常時見学していくようなものに改修されるということであります。で、これは非常にいいことだなと思うんですけれども、心配なのは、30年前にできて、で10年前に一度いろいろさまざまな工事等々いろいろやったけど、今回30周年を期してリニューアルされるということでありますけれども、その都度耐震であるとかね、防災減災 の取り組みはされていると思うんですけども、この長年ずっと非公開であったここの部分はどうなんだろうかという点でありまして、この点いかがですか。せっかく今度常設で見学できるということになるのであれば、もう明治時代の時のこのインクラインドラム工場もですね、耐震防災、これはしっかりやっていただきたい。これは当たり前のことでありますし、当然お考えだと思うんですけど、その点最後、確認させていただいて終わりたいと思います。今井部長。はい、インクラインドラム工場についてでございます。これはインクラインのいわゆる巻き上げ機を、置いている、施設ということで、これまで、場所も離れているということと、なかなか実際なかなかそういう整備といいますか、しつらい等々が手を入れてなかったということもありまして、一般公開をしてくれなかったものでございます。昨年度ですね、その通路の、柵の整備でありますとか、そこら辺を、来られる方が安全に通行してそこまで行けるような形で、整備をさせていただいたところでございまして、今回、照明を、整備することによって、なんとか見ていただける、常時見ていただけるような形になろうかと思っております。ご質問いただきましたその建屋全体の耐震性の部分でございますが、この部分、率直に申し上げると若干我々も、器具を持っているところでございます。で、その部分につきましては、そういうこともございますので、展示見ていただく見ていただき方としましては、その部屋の外側から見ていただくということで、中に入っていただくという部分につきましては、管理上の問題もございますし、種々いろいろ
考えた上で、外側から観覧をいただく、観覧していただきやすいような照明でありますとか、そういうしつらいをするということで対応していく予定をしておりますし、耐震性も含めました見ていただく方 の安全性という部分につきましては、ご指摘その通りだと思いますので、しっかりと留意をして漏れのないようにしてまいります。吉田委員、終わりますよ。すみません、この、ね、図を見ますと、この記念館駅から一定の距離を歩いてこのインクラインドラム工場に行くわけですので、この通路がですね、行く人と戻る人との間でね、すれ違ったりするわけですし、雨の時なんかどうなんだろうかとか思ったりするわけでありますが、そのバリアフリーであるとか、混雑時の危機管理みたいなね部分も力を入れていく必要があるので、その点もちょっとすみません、指摘させていただきたいと思います。最後にその点のご答弁をお願いいたします。今井部長。はい、この途中の通路につきましては、正直屋根のない状況でございますので、その部分は少しなかなか対応が直接は難しいかなと思っておりますが、通行される方すれ違いの際に危険のないようにというのはご指摘の通りでございますし、幅としては一定の幅がございますので、その部分は大丈夫かなと思っておりますが、これからリニューアル、整備をする中で再度そういった点点検をさせていただいて、ソロのないようにしてまいりたいと思っております。進行いたします。安井委員。いろいろとご質問ありましたので、その辺は重複しないようにしていきたいなと思っております。まずですね、今回30年を迎えて、10年分にやるということでございます。それはそれで一定の目的を持って市民の皆さん、また今回特に市民の皆さん以外にもですね、来ていただこうと、こういう大きな目的を掲げて、俗に関連施設とのフィールドミュージアム、指定の位置づけをしながらですねやっていくということでございます。中身については、それぞれ今資料をいただいておりますので、このようなことかなと、こう思うんですけども、まず起業したいのは、オープンして10年目、そして20年目、30年、それぞれ10年間の入館者の数をですね、まずちょっと起業したいなと。今井部長。すみません、過去30年間の個々の、数値につきましては、ちょっとすみません、今手元にはございませんが、今手元にあります平成25年度からの数値で申し上げますと、25、26は、約7万人で、27年度、実はこの、27年度から電子的なカウンター、ちょっと計測方式を改めまして、それもあって、人数が増えておるんですが、27年度が12万4千人、28年度が13万2千人、29年度が14万7千人という状況でございます。これまで30年間で約250万人ということですので、平均すると8万人平均で推移してきたという状況でございます。安井委員。平均的には8万強と、ここでありますけれども、ここ数年、今ご発表ありましたように、10万人台をですね、更新しているということで、従来よりは入館者が増えておるということは、実態的に、こういう数字を見ればですね、実証されておりますから、好ましいことであろうかと思います。しかし今回ですね、従来の資料館の枠を超えて、周辺の施設、先ほどここに書いてますようにフィールドミュージアムというような位置づけでですね、資料館を超えてなおかつ観光客の方にもお越しいただこうと、こういうことであります。先ほどお話がありましたように、予算もですね、内閣府の関連予算を、周辺でありますけれども、それに、こうしてですね、今回7800万の予算を持ってやろうと、こういうことであろうかと思いますけれども、やっぱりこれからまた10年先を見た
今回のリニューアルだとこう思いますので、また今申しましたような目的の中でのリニューアルとこうなりますと、実際皆さん方が今後ですね、この鈴木記念館どれぐらいの目標値を持ってですね、やっぱりやっていこうかと、こういうことになろうかと思うんです。従来通り、いやいやもう資料館の枠を超えないでやっておってですね、自然に増えていくということの町なのか、いやそうやなしに、やっぱり今回この機会にですね、今十数万人でありますけども、15万にしようとか、20万にしようとかですね、いうようなやっぱり一つのやっぱり目的を持っていただかないと、その役目がやっぱ果たしていかないと思うんですね。その辺についてお考えを求めていきます。今井部長。はい、疎水記念館の来館者の目標についてでございます。実は、今年度、策定をいたしました新しい水ビジョン、等々におきましては、目標設定を疎水記念館の来館者の目標設定をしておりまして、既存の250万人累計250万人を10年後には370万人ということで、そういう意味で言いますと年間12万人、というような目標になっております。で今回リニューアル の, 大きな考え方、として、実は、ございますのが、来館者の、なんて言いますか、質といいますか、満足度も含めてなんですが、それを高めていきたいというものでございまして、ここ数年実は来館者が、異常にという言葉がいいのかどうかはあるんですが、非常に増えております。でその増えておる、中身というのがなかなか精査はしきれてないんですが、周辺を回遊される方がふらっと入ってこられて、ぐるっと回ってスッと出ていくというような方も実は非常に多いんではないかというふうに思っておりまして、そういった方を滞留時間を長くする、でしっかりと中を見ていただいて、来られる方はそれぞれだと思うんですが、それぞれ何かを感じて理解をして帰っていただく、そういうような形でちょっと質を高めるような形にしたいと思っております。で、その一つが、フィールドミュージアムというのも一つですし、展示内容を分かりやすくするというのも一つですし、そういう意味で人数としてはこのビジョンに掲げておるビジョンを当然達成はしてまいりたいと思いますが、合わせてそういう一人一人の来館者のクオリティを高めていく、満足度を高めていく、そういうことを目指してまいりたいと考えております。安井委員。この館の性格上ですね、リピーターというのはあまりこうないんですわね。もう一回見に行こうかとか、どっちかいれば、行ってですね、こういうものかな、歴史はこうかな、こう頭に入ってしまうとですね、観光地じゃないわけですから、当然そのリピーターの方はですね、ほとんど私は少ないと思うんですね。ですから今おっしゃりましたようにフラッと入っていこうかとかいうことでありますけれども、やっぱり一定の目標値を持ってやっておられるということでありますから、これは大切なことだと思います。ではそれに対して、どのような形で対応するかと、こういうことが次の点として言われるわけでありますけれども、特に今回周辺の観光施設等とですね、連携をすると、こういうことも大きな一つの目的でありますから、それじゃ観光関連の事業とですね、どのようなタイアップをしていくのか、例えば先ほど来、パンフレットもリニューアルすると、こういうことですけれども、実際どれぐらい作られて、どのような形で観光関連のいった施設にですね、公開していただくとかね、今までおそらくホテルとかでは置いておったのかどうかちょっと私記憶がないので、例えばそういうことのやっぱり必要性っていうのがやっぱりあると思うんですよ。そうしますとパンフレットはこれぐらい吸って、中にはこれぐらい置いて、外にはこれぐらいをやっぱり置かせていただくと、ある意味では失礼ですけど、そういう営業っていうんですかね、やっぱりそれをやっていかないとリピーターがないという状況の中でですね、やっぱり一元さんですわな、いわゆるその方をやっぱり呼び込むとなればですね、やっぱりそういう努力をしないと、目標値を多く超えることについての無理があるんじゃないかなとこう思いますけど、その辺これまでの取り組み状況とですね、今後今回のリニューアルに際して今後こうするんだと、
こういうようなことがございましたらよろしくお願いしたいと思います。今井部長。はい、来館者の、リピーターかどうかという点まず、お答えを申し上げますと、あくまでこれアンケートの結果ではございますが、来られた方の、7割が初めてということですので、逆に言うと3割がリピーターということで、比較的、ちょっと評価いろいろあるんで、比較的リピーターが、そこそこいるというのも実態として、ございます。でその上で、これからどういう形でいろいろな方々を、興味を引いて来ていただくのかという点でございますが、一つ、観光という点で、焦点を当てて申しますと、いわゆるその民間のそういう、観光用の冊子のようなものが市販のものであろうかと思うのですが、そういう部分につきましては既存の今の記念館につきましては紹介はいただいておりますし、入館料が無料ということもあって、それを見て足を運ばれる方も、少なくないのかなとは思っております。で今後につきましてもやはりそういう媒体の影響力というのは非常に大きいと思っておりますので、そういう事業者さんと連携をする中で、もう少し大きく場所を取っていただくでありますとか、場合によっては特集記事を作ってもらうとか、それは我々の館の魅力的なものにすることが前提にはなってくるんですが、リニューアルでこういうことを、非常に魅力的なものにしますということをご紹介する中で、そういったメディアの方に取り上げていただくような取り組みをこれからしっかりと、進めてまいりたいと考えております。安井。今回のリニューアルはですね、従前のおそらく10年前の20周年は、施設の老朽化とかですね、いろんなことがあったと思うんです。だからそれを中心にいろいろやられましたけども、今回大きな目的地というかテーマを持ってですね、4つのコンセプトで行こうと、こういうことでありますから、当然、今申されましたような来館者の実態を踏まえて、特に外国人の皆さん方も来ていただこうと、こういう一つのこともありますし、やっぱり観光客の皆さん方でやっぱりふらりと寄っていただくということのやっぱり、ことの必要性もあろうかと思います。しかしながらやっぱり誘致をするということにしないと、何もしなかったらおそらく来ないという状況ですから、今申されましたような、旅行関連の宣伝にも乗せていただくということも大切でありますけれども、やっぱり宿泊関連商品ですね、パンフレットをやっぱり何枚か全部置いて、特に無料でありますから、やっぱりそういう点は非常にドライな方も、外国人の方多くございますので、行ってみようかなと、こういうことになるんですけれども、今回これまでパンフレットは館内で配布をするというのが中心なのか、今後ですね、どれぐらいの冊数を印刷をされて、リニューアルされるわけでありますから、今までと違ったやっぱり疎水記念館ということでありますから、その辺の取り組みのを、計画をされているのか、まだは実際ではないですから、計画はどれぐらいにあるのかね、ちょっと考えをお示しいただきたい。今井部長。はい、記念館のパンフレットについてでございますが、これまでの取り組みとしまして、そのパンフレットを、例えばホテルにフロントに置いていただくとか、案内所に置いていただくとかということができていたかというと、実際にはできておりません。はい、基本的には館内での、来館者への、配布ということで、取り組んできたところでございます。今後どうするかの部分につきましては、率直に言いましてこれからそのあたりを、どこに重点を置いてどういうふうに、どこを狙ってやっていくのかというのは考えていくところでございますが、一つは、観光というのも一つの観点ですし、一般市民の方あるいは小中学生というのも重要なターゲットですので、それぞれの層に対して、どういう形で、新しい、リニューアルをした記念館の魅力をお伝えして、ぜひ来てくださいということを伝えていくのかというのは、少しご指摘を踏まえて作戦は練っていきたいと考えております。安井。ぜひ、そういったことも、取り組みの一つとしてね、ビズビジョンの経営戦略の中で謳われているわけですから、やっぱりそれを数値を達成するには、やっぱり一定のやっぱりご努力も必要だろうかと。
町の状況でお客さんを待つんじゃなしですね、やっぱりそれをやっていかないとなかなかやっぱりいかないと思いますね。まあ、先ほど来250万人ということで述べてありますけれども、ここは数年はまあ10万人台ということでありますけれども、まあ単純計算でいきますと、まあ、1月1万人ぐらいと、まあ、こうなりますよね。1日まあ一緒ですけど400人か450人ぐらいだと、まあ、こういうことになるんですよ。でやっぱりそうなると決して費用対効果で評価するものではないと思っておりますけれども、やっぱり一定の金額を投入してですねやる限り、ランニングコストもこれかかるわけですから、やっぱり一定、無料でありますけれども、湯がゆえに来館者が多く来ていただければね、目的をまた超えてその存在というのが、認められるわけでありますから、まあ、ぜひそういった意味では、目標値が作られているわけでありますから、まあ、一定そういったいろんな工夫をしながらやっていただかないと、これまでの状況を、まあ、大きく超えることの難しさがね私はあると思いますので、まあ、ぜひその辺はこれからの水ビジョンの中でもご検討課題であろうかと思いますので、まあ、ぜひお願いをしたいなと思っております。それとですね、まあ、今回7800万円の改修費用とありますけれども、まあ、改修項目が、まあ、大きく3つになってございます。でこれに対して7800万円をどのような形でこの3項目代表的に挙げられておりますけれども、予算的にはどれぐらいの規模でやられるのかちょっとお答えをいただきたい。今井部長。はい、回収費用としては全体として7800万円を、見込んでおりますが、まあ、大まかなちょっと言い方で恐縮なんですが、このうち、まあ、約7000万円、まあ、大半はこの1つ目の、展示内容の刷新、空間維持の充実のところに、当ててまいりたいと思っております。で残りの金額で下のインクラインドラム工場とトイレの改修を、行うと、大まかに言うとそういう、内訳でございます。安井委員。まあ、ご説明ありましたように、まあ、7000万をほとんど、まあ、展示内容の刷新とかですね、まあ、いろんな空間の演出ということでございます。まあ、今回 の、 まあ計画も、そのような形で非常に、まあ、今までと違ったものをですね、大胆にもやっていこうということでありますから、まあ、ぜひその約7000万をそちらに投入されるということでありますから、まあ、より、まあ、喜んでいただける、まあ、皆さん方が目的を持ってやられますから、まあ、それに合致をしたですね内容の完成を、まあ、我々、まあ、期待をしておりますのでぜひお願いしたいなと。そうしますと、まあ、次の、インクラインドラム工場とかですね、まあ、トイレについては、まあ、トータル的に800万と、まあ、こういう、まあ、ことになるわけですけれども、この辺はこれぐらいでいけるんですか。特に、まあ、トイレの改修設備設備開始ということで、まあ、1階、地下1階ですね、それで水回りやるわけですけれども、やっぱりそういった迎える施設として、今がどうなのか、で今後、まあ、今回どのような形で、まあ、リニューアルされるのかね、ちょっとその辺をお願いしたいなと。今の予算の配分を見てますと、ちょっと少ないような気もしますから、よろしくお願いしたいなと。今井部長。はい、その他部分の改修の、経費でございますが、インクラインのドラム工場につきましては実は昨年度にそういう、ちょっとリニューアルとは別に、安全面での、改修というのを、まあ、大体整備を済ましておりますので、今回につきましては、まあ、照明の改修、特に、まあ、見ていただく見栄えという点の改修に、置いておりますので、まあ、それほどの費用をこちらには予定をしないところでございます。でトイレにつきましてでございますが、こちらにつきましては、まあ、設立当初それから20年時点での、リニューアルの時点で一定改修は行っておりますが、ただやっぱり今日的状況で言いますと、やはりおもてなしの環境の整備ということで整備が必要だと思っておりますので、その分の整備はしてまいりたいと思っておりますが、まあ、ちょっとあとは予算の総枠の中でどこまでのものができるのかというのを少しこれから
進めてまいりたいと思っておるところでございますが、まあ、可能な限りやっぱりトイレっていうのが今非常に来られる方の、満足度の大きなところを左右しますので、そういった点は留意をして、しっかりと満足していただける、不快に思っていただけないものにはしてまいりたいと考えております。安井委員、ぜひ限られた予算ですけどもですね、おもてなしをするということにもなろうかと思いますので、ぜひお願いをしたいなと思っております。7000万を、いつも刷新空間演出ということでございますけども、これはあれですか、どっかこう業務委託をしてですね、そういう関連のところに、コンサルチングですかね、そういうところに、お願いをされるのか、かなり、そうしますと設計費もですね、これ大胆にこれ、変わるわけですから、かなりかかると思うんですね。その辺はその7000万の中でしっかりできるのかどうか、その辺はいかがですか。今井部長。はい、今回の、リニューアルの、実施をしていただく、業者についてでございますが、実は本年の、5月に事業者選定の、手続きをすでに、開始をしておりまして、いわゆる公募型のプロポーザルを実施をしておりまして、すでに、一応1社、選考をして具体の話を今詰めておるところでございまして、その事業者によりまして、この一連の全体の、7800万円の経費の中でこの3項目の整備をすべて実施をしてもらうという予定でございます。安井委員。また工事がですね、始まる前には、おそらく展示物の設計制作ということもこれ書いてございますので、そういった中では、少しまたその段階ではですね、その辺の、来年の話でありますけれども、また、こういう機会にですね、やっぱり内容のご提示をまたお願いをしておきたいなと思っております。7000万で、設計も制作もいくと、かなりやっぱりちょっと無理があるんじゃないかというような気がせんでもないんですよ、今回のね。ですからその辺の設計費がどれぐらいかかるのか、実際に制作展示についてどれぐらいかかるのか、また次の機会にまた聞いてみたいなと思うわけでございます。それと今回リニューアルされるということでありますし、これまでですね、疎水記念館の維持管理、いわゆるランニングコストは、例えばここ3年ぐらいですね、どれぐらい入荷者も増えているようでありますから、どれぐらいのランニングコストがかかっておったのか、ちょっとお願いします。今井部長。はい、現状 の記念館の運営費維持管理にかかる経費でございます。昨年度、29年度 の決算見込みの数値で申しますと、約3600万円ということで、年度によって若干その修繕をするしないで動きはあるんですが、3000万円から3600万円程度でこの間推移をしているという状況でございます。安井委員。これどっかへお願いされておったんですかね。ちょっと私覚えが薄いもんですから、ちょっとお願いします。今井部長。はい、基本的な運営につきましては、私どもの嘱託の職員がいわゆる、そういう意味では直営で、4名の嘱託職員で日常的には運営をしておりますが、その他の清掃でありますとか設備 の維持管理ですね、こういったものにつきましては外注をしておるという状況でございます。安井委員。今後もこの体制は基本的には維持をしていくと、こういう考えでよろしくございますか。今井部長。はい、当面は現状 のこの、職員4名で運営をするという体制については維持してまいりたいと考えております。安井委員。今回大幅に、リニューアルされますから、当然、維持管理、特に展示物のですね、維持管理については従前以上にやっぱり手がかかるように、展示物が300から100になってますから、その辺は少なくなっとるんですけども、やっぱり展示物そのものが複雑化というんですかね、いろいろと
手を込んだことも考えておられるようでありますから、その辺は維持管理がですね、従来通りでいけるかどうか、こういった見通しはですね、まだこれからの話ですから今聞きませんけれども、まあ、今後そういう経営ビジョンの中でですね、先ほど来申してますような目標、そして経費の問題、こういったこともやっぱり明らかにしていきたい、していっていただきたいなとこう思うところでございますので、まあ、ぜひお願いをしたいなと思っております。まあ、いずれにしましても今回、いろいろなテーマコンセプトを持ってやられるということでありますから、ぜひこの辺が、ぜひ生かされて、来館者も増えてですね、そして市民の皆さん方にもよく知っていただくということのやっぱり必要性を感じておりますので、その辺が、同時に、今回の改修によって進むことをですね、我々期待をしておりますので、まあ、ぜひそういったいろんなこれからの目標値の設定、それぞれの、コストの問題、こういったことにも十分に皆さん方ご検討いただいて、より良いものに、ね、していただきたいなと思うところでございますので、よろしくお願い申し上げて終わりたいと思います。はい、進行いたします。無垢団員。はい、平成元年の8月のオープン、ちょっと私自身はプライベートの話で思いがあって、その6月に私の父が議長に就任させていただいて、ほぼほぼ初めての大きな公務で写真を撮っていたっていうのを覚えています。ただですね、30年経って時代っていうものが変わってますね。少子化が進んで、そして長寿になってきた、そういう時代の流れの中で、まあ、10年目20年目を迎えて今度30年目を迎えるわけでございますけども、例えば本市においてはですね、いろんな環境が変わってきてると思いますね。一番僕大きいのは平成17年に宮古ユニバーサルデザイン推進条例ができた。そしてその後ですね、平成19年には近代化産業遺産にこれ国から指定されて、そして平成21年すなわち20年目を迎えるときに一回回収されているわけですね。でその総括的なことを今までの質疑の中で今井部長ルールご答弁いただいたんやけど、この紙をファキにいただいたときにいっぱい質問しなあかんなと思ったんですけども、このご答弁の中ともう一つ説明の中でね、ここに書いてへんこといっぱい言ってくれてはるんですよ、親切に。でそれ質問書を持ったことさっき言ってくれはるんでしなくていいなと思ったけど、もうちょっとね、今最初に冒頭に説明されるようなこともね、このペーパーに書いておいてもらったら手靴の引いて待たんでよかったんですよ。はい、ですからこれからまあこういう資料を作っていただくときには、今ご説明いただいたようなね、最初にことはもう書いておいてもらって、というのはこれ総括的なことをですね、10年目に、まあ、特に20年目の総括いうのを結構おっしゃっていただいてましたん で、ただですね、僕この特に思ってるのは、今回は大きく展示を見直してですね、分かりやすくる331から100に情報型やから減らして精査するということやけども、平成21年の20年目を迎えたときは従前の倍以上の展示を増やしましたいうてですね、広報発表してはるわけですよ。だからその辺ね、やはりそれはもうそういうでやっぱりあかんかったら直すということですけども、これからです。これからこういう節目を迎える前にね、いろいろとリサーチをして来館いただいた方に、もうなんかね、この節目を迎えると変えないんですよね、じゃなくて途中でもですね、時代の流れっていうのは急速に変わっていきますし、そしてやはりニーズっていうのも変わっていくと思いますんで、
見直しというものをね、どんどんすべきやと思いますけど、そのあたりについてのお考えは終わりなんでしょうか。内部長。はい、疎水記念館の、その時々の果たしてきた役割ということかと思うんですが、設立当初、非常に、貴重な当時の、建設当時の歴史的な遺産、資料、図面等々を、展示したということで、非常に好評を得た、特にそういう、土木関係を含めた専門性の高い方から高い評価を得たということで聞いておりますし、やはりそういう、ニーズであったりとか評価を踏まえて、その時々の、改修、あるいは館の在り方を、見直してきたのかなと思っておるところでございます。先ほどご紹介いただきました20周年のリニューアルにつきましても、冒頭のその、ユニバーサルデザイン、あるいはその、一歩前の考え方というのが正しいのかあるのか、バリアフリーということで進んできた考え方にとどまらず、やっぱりユニバーサルデザインというようなところで一歩進んで、やっていかなあかんということで、20年、それから今回もそういった点で大きな見直しをしておるところでございます。今回、見直しにあたりまして、リニューアルにあたりまして、アンケートを、多数取りまして、非常にその中で我々も薄々感じてたことが、やっぱりそうやったんやというのを感じて、こういった形でコンセプトを設けさせていただいて、実際それを、やってみて、ちょっとやりすぎっていうのがもしかしたら出るかもしれませんし、それはもしかしたら可能性はあるんですが、それはそれで引き続きアンケートも含めていろいろな来館者の声を聞く中で、見直すべきところは機動的に見直して、でただ大きな見直しとなるとやっぱり、節目っていうのは、ある程度やむを得ないのかなと思っておるんですが、ご指摘いただいているようにその社会の動静、日々の動向を踏まえて機動的に直せるところは直していきたいというふうには考えております。小倉委員。リニューアルコンセプトにもありますようにですね、小学生や観光客など幅広い皆様が楽しみながら学んでいただけると、そしてまたお客さん目線に立ったと快適で分かりやすい空間展示目指すということで4つのコンセプトリニューアルコンセプト抱えてあるんですけどね、僕は今日産業観光客に質疑をしたいと思ってるんですけど、観光産業というのは京都にとって大事です。でもそれよりも365日ない366日生活をしている市民のについてね、もう少し考えなあかんかなっていうのがあります。敬老城社章というのが京都にあって、そしてそれを持って動物園行ったら600円やけども無料で入れる、そしてその動物園はこの疎水記念館の隣に先にあって、でただ隣にあったけども東エントランスはなかったですね。この疎水記念館できた時、今東エントランスできてますね。だから私も保健の子供と一緒に動物園行ったりして、東エントランスのとこにはカフェがあってお土産が売ってて、そして僕蘇州記念館にちょっと時間ある時ちょろっと行ったりするんですけどもね、その回遊性っていうのをね、水路閣とかインクラインとかまた浄水場とかについてはおっしゃってるんやけども、動物園とのねやはり関連っていうのを考えてって、今その敬老城社長を持って動物園行かれて、本当に青春って言ったらおかしいかもしれんけども、長寿の方々が青春を謳歌されてね、デートしてはるとこ人もやはるんですよ動物園で。ほらよろしいで、今動物園ようになったから、で昔の動物園のイメージがある方ばっかりやから匂いせえへんなという、そういう方々にもね、元気ですからね、隣やし足運んでもらうというようなね視点も持たなあかんと思いますし、ましてや先ほど自体の中で言いましたけど、今年は明治開元150年で、ね、今も小林先生からもお話しあったようにドラマもセゴドンやってて、ね、今年の博多の山笠、ね、駅前の商店街の山笠はセゴドンでしたわな、飾り山笠。
だからそういう時をね、まあ、ならば見据えてできることってあると思うんです。今やばい、ね、これからね、来年は明治2年でしょ、京都の小学校が150年迎えるんですね、番組小学校が。そういう折目とか節目に対してね、敏感にこういうリニューアルしはんやったらね、やっていかなあかんと思ってるんです。ですからその市民の皆さんにもっともっとね、疎水記念館に来てもらおうという姿勢を見せてほしいし、でかつてこの歴史の中で、この30年の歴史の中で、小学生って初め視点になかったですよね。途中から小学生にも見てもらおうというふうになったんちゃいます？当初なかったと思いますよ、これは。だからそういうですね、京都に住んで京都を、まあ言ったら誇りに思う、そういう都市格を感じるいうね、大事な場所だと思うんですけど、そういうね、市民に対するいうな訴え、どのようにお考えです？沼井部長。はい、当初ご紹介をいただきました動物園との連携の部分ということで、動物園さんの方が再整備の中で、まあ、東口を設けられたということで、まあ、直接の因果関係は分からないんです。実はその頃から急激に来館者が増えているというのが実情でございます。でこの間私どもも動物園といろいろな協議をする中で、動物園の方で夜間開館をされるときには合わせて我々も夜間開館をするとか、可能な限り連動した取り組みをしてきたところでございますが、どちらかというと、まあ、記念館からいうと動物園のお客様をこう、なんて言いますか、拾っていると言いますか、関係としてはそういう関係だったのかなと思っております。今後ですが、今回のリニューアルをする中で、まあ、それなりに魅力が高まるのではないかと、単体でも勝負できるぐらい の魅力になるのかなと思っておりまして、周りのそういう動物園をはじめとる施設についても我々があることで来館者が増えるというような関係も少しは今後出てくるのかなと思っておりますし、まあ、岡崎を周遊される方は市外の方、インバウンドの方も多いですが、市内の方もやっぱりかなり動物園の利用者なんかも多いと思いますので、そういった層にアピールをしていく中で疎水記念館を知っていただく、学んでいただく、こういうのはやっぱり大事だと思っておりますので、さまざまな機会を通じて取り組んでまいりたいと思っております。木田委員。動物園についてはね、今おっしゃるようにね、圧倒的に京都市民の方が利用者多いんです。だからその辺をうまいことね、抱きついてでもね、やっていくっていうのは、そのために説明が必要なんですよね、どん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 。だから従来からいろんな行政区のね、ふれあい祭りとかでブース展示やってもうてるでしょ。そんな時にもね、こういう疎水記念館リニューアルしてやってますよと、で関電のコマーシャルでもありますよね、第二疎水ができた時に日本で初めて世界で2番目にできた水力発電、まだ動いてるんですと、その横にあるんですよというのとかね、いうことをやっていけばいいと思うんですよ。やっぱり触れ合い、行政区の触れ合いまというのはね、ほぼほぼ入楽客来ません。市民の方ばっかりです、そういうところをどんどん利用してね、利用している活用してね、訴えてほしいと思いますし、もう一つ今まあ、隣にね、未来ハウスっていうのが動物園であって飲食施設があるんですよ。でこの記念館自身にはね、テンポラリーでは水カフェあったりしてもってますけど、そういう、ね、飲食する部分がない。まあ自動販売機ぐらいですよな、あんのは。ただやっぱりこのね、ご時世です、特にこの暑い時期、給水っていうものが熱中症予防のために不可欠です。そういう時にね、この未来ハウスに言うならばタイアップしてやね、京都の水道水を使ったコーヒー売ってもらうとかね、もちろんパテントの関係もあると思うけども、そういうぐらいやっててもいいと思うんですよ。っていうのはね、新たにね、上下水道局が人を雇ってね、またスペース作ってね、そんな飲食スペース設けるような大変です。だからせっかく横にあんねんから 連動してやね、僕やってってもいいんじゃないかなと。距離そんなかかりませんよ。
僕動物園から出ててすんまへん言うて、この記念館のとこの横にある喫煙場所でタバコ吸ってますから、ええ、だからそういう連動するようなねことも考えていってもいいんじゃないかなと思います。今急に言いましたので、別にご答弁なかなか難しいと思いますんで、要望しておきます。連動していってほしいなということです。で、今回のリニューアルは20年目のリニューアルの時には5ヶ月かかってるんですね。で、今回3ヶ月ということは、その時よりも、まあ、言うならば規模としては小規模なリニューアルだと思ってますけども、その中でやはり今までの質疑会にありましたように、トイレの改修というのはやっぱ大きなもんやと思ってます。満タンにね、この入館者満タンになった時にトイレの状況ってどのように把握されてます？今井部長。はい、疎水記念館の入館の状況としましては、一般の方が、まあ、たくさん来て満帆になるというのは通常のケースとしてはほぼないんですが、ただやはり小中学校の団体社会見学で来られる方が、来た場合にはやっぱり一時的に非常に、多くなるという状況はございます。今現状1階地下1階にそれぞれトイレを設けておるんですが、その際にはやっぱり、お子さんたち行列ができる部分も、まあ、それはあるかなと思っております。今回の整備の中でそのトイレそのもののコストを増やすことは少し難しいかなと思っておるんですが、全体としてはその、まあ、整備する中で快適性を高めて少しでも、まあ、喜んでいただくような形にはしてまいりたいと思っております。はい、木田委員。今の小学生の状況を言うときます。洋式トイレは並ぶけど和式トイレは並んでないというのもあるんですよ、現状として、ね、でもう一つは今長寿社会を迎えて和式トイレというのは使いたくても使えない人も出てきてますからね、そういうことを考えなあかんですよ。だからバロメーターとしてね、そういう社会見学の時が一番人が入るわけですから、やっぱり見とかなあきませんよな。でまた関係者から話を聴取し聞いとかなあかんと思います。ですからよりね、使いやすい喜んでもらう施設を目指してはるのはもう養生分かってますんで、そのあたりの視点もしっかりと生かしていただくようにお願いをしておきます。最後になりますけども、この施設のこれからのね、在り方を考えるときに、今のトイレの問題ですけど、2階のスペースやね、1階地下まで間に合わへんような人も出てくる可能性あんねんな。これからお年寄り増えていくわけですから、そんな時にね、まあ、水回りの加減もあって、僕を見てたらちょうど水回りは2階については AV ホールの辺が水回りですわな。トイレの位置関係見ていったらなかなかこの辺難しいかなと思うんやけども、ただまあコストの問題もあるけど、このね、会議室とか学芸員控え室とか収蔵庫、これは一般的に利用者は使いませんわね。このスペースのあり方っていうのもね、これから考えていかなあかんのちゃうかなと思います。というのは展示物も331から100まで減らさはるということで、これ収蔵庫に入れはんのかなとかいろいろ考えながら話聞いてたんですわ。でもね、直接ここに入れとかんでも上下水道局いっぱいスペース持ってるんですから、ここに直接置いとかなあかんようなものは置いとかなあかんと思いますけど、よそに置いとけるとこもある、置いとくことができるものもあると思いますしね、もうちょっとやっぱこれからスペース考えて、2階の部分にもトイレがあってもいいんじゃないかなと。でそれもね、全ての人が使えるっていうのがユニバーサルトイレなんやけども、ユニバーサルトイレっていうのはユニバーサルトイレしか使えない人のためにね、あってもいいと思うんですよ。間に合わへん人、例えば車椅子乗っててエレベーター乗って、ね、
行くっていうのはやっぱり普通の倍以上時間かかりますからね、まあ、1個ぐらいユニバーサルトイレがあってもいいんじゃないかなと私は思っているところです。ですから今回節目を迎えるにあたって今もう設計ができてるわけですからなかなか難しいかと思うけども最初に申しました通りその節目以外のね時にも見直せるものは見直してもらうということをしていってもらいたい。そのあたりのことについてご見解をお伺いして終わりたいと思います。今井部長。はい、今回のリニューアルでございますが経費としては7800万円を、頂戴して実施したいと思っております。10年前の20周年のリニューアルの際には、大体2億円の経費を使って、設備でありますとか外壁の改修も含めて、いわゆる躯体も含めて修繕をしたという状況でございまして、今回はそういった設備面等については最小限にとどめて展示中心のリニューアルに、してまいりたいというのがもともとの考え方でございます。で今ご指摘をいただきましたように今現状 のリニューアル後も含めて配置の在り方施設の在り方を考えますと確かにおっしゃってられるような問題というのが散見されるというのはもう否定できないところだと思いますしもちろんそれはスペース的な制約経費的な制約も含めてありますので全て解決するのは難しい部分もあるんですがこれから改修後も運営をしていく中でやはり見直すべきものが見つかったときにはやはりそれは必要な見直しはしていく必要があろうかと思っておりますしその部分については今後も利用者の声を引き続き聞いていきながら必要な場面場面で適切な対応は取ってまいりたいと思っております。以上でございます。はい、この件につきまして他にございますか。はい、なければ次に上下水道局に対する一般質問を行います。昨日までに北山委員から鴨川東岸線工事に伴う琵琶湖疏水について一般質問の申し出がありましたので発言を認めることといたします。なお改めて申し上げますがお申し出のあった方以外の委員の質問は当該質問に関連する内容以外は認めませんのでご承知を願います。それでは一般質問に関連しない委員者はこれでご退席願います。はい、それでは一般質問を行います。北山委員どうぞ。それで通告しておりました、問題ですが鴨川東岸線のですね、4車線化拡幅ということが7月31日の都市計画審議会で、かけられましてそこで可決を、されておるわけであります。私5月26日の時にですね、委員会でこれに関連した一般質問をさせていただきましてで当時ですね疎水が狭くなっていくそれでですね流量についての質疑をさせていただきまして壁面がですね、このの改良をすればですね流量確保ができるというような回答が大半でありましたので、その時にですね、そんなことが説明つくような資料が出るのかといったら、資料を出しましょうということになりまして資料要求して6月7日付にこの断面による影響についてというねこう資料をいただきまして、少し説明も聞いて、それはそれでなるほどと思うところもありましたがこれは委員会でのですね僕説明と、この資料を新たに追加をしていただいた内容とでですねちょっと十分ないわゆる委員会の答弁そのものがですねこれと少し違うんではないかなとこう思いましてしかも内容的に見ればですねかなりこう、数値を示した資料でややプロ的な資料をいただいておりますので改めてですね、委員会の中で、この問題この内容についてのですね説明をいただきたいとこういうふうに思っておりますがいかがでしょうか。池部長。はい、今回の鴨川東岸線の工事によりまして、疎水路これの断面を縮小するということに関しての流化能力といいますか、通水能力についての確認でございます。まずですね疎水の鴨川運河ここの運用についてなんですけれども先生ご存知の通りですね
第一疎水と第二疎水から水を引きまして、それから途中からはですね、白川が合流いたします。そうしたものが合わさった水がですね、最終的には鴨川運河の方に流れていくということでございます。で、当然大雨の時には白川からの水が大量に入ってまいりますので、そうした場合にはですね、まずは恵比寿川の白川の放水ゲート、また必要であれば冷泉であるとか仁王門の放水ゲートを操作いたしまして、そうすることによってですね、鴨川運河に流れる水の量を、これ数字で言いますと毎秒あたり 16.3 トン以下に抑えるという、こういう運用をしているところでございます。で、平成25年の台風18号大変な雨が降った、時ですけれども、この場合も同様の運用をいたしまして、鴨川運河には16トン以下の水量ということで運用したということでございます。で、今回鴨川東岸線の関係で、疎水の断面を縮小するということで、流化能力の検討をしているということでございますけれども、まずはですね、水路を流れる、水の流量、これにつきましては水路の断面の形状であるとかですね、それから水路の勾配、また水路の表面の粗さ、滑らかさといいますか、こういったものの影響を受けるという、そういう特性がございます。で、今回の計画におきまして、疎水路の、縮小後の断面、これにつきましてはですね、上流側に、季節の暗渠の水路がございますが、これ2連のボックスになっているものでございます。これとですね、同程度の面積を確保しているということでございます。それから今回の改築によりまして、先ほど先生からありましたように、コンクリート製の、滑らかな水路面になるということでですね、流速は現在、改築前よりも速くなるということでございます。こうしたことによりまして、断面を縮小しました疎水路につきましては、現状と比べまして水深が若干深くなるということでありますけれども、先ほど説明させていただきました鴨川運河で最大流れる流量、これ毎秒 16.3 トンですけれども、これについては十分な水路の余裕高を持ってですね、流れるということで、流化能力を確保しているところでございます。それからさらにですね、仮に上流側のですね、季節の暗渠部分が満水になって流れてきた場合、これはですね、数字で言いますと毎秒あたり 35.8 トンということになるんですけども、これは上流側のその暗渠部分の構造上ですね、これ以上流れてこないという、そういう数字でございます。こうした場合におきましても、一定のですね、余裕高を持ちまして、必要な流化能力を確保しているということで、確認をしているところでございます。以上でございます。大和院ですからね、その時のですね、説明が、私はその時の記録などを持って僕メモを取って見ておりまして、今ね、説明がありましたように、その水路に流れる流量がですね、水路の断面の形式で、水路の勾配で、水路の表面の粗さと、こういう資料でいただいて、あの時はなんとなくですね、粗さがその取れるその水量が、いわゆる断面がですね、こうきれいなものになれば水がさっと流れてきますよというのがあまりにも強調されすぎてですね、委員の中でもという声が出たぐらいに思いました。だから今の 3つの観点から、それから後継というのはこのいわゆる暗渠になっているわけですから、流量がそのポンプでも押さない限り流れる内容についてはきちんと確保ができる、その断面との関係でもそんなに極端に小さくなるとかそういうことではないんだというね、今の説明がありましたので、それはそれで一つの合理性を持ったかと思うんだけども、そのこの前の僕は委員会での説明が今のようにきちんと話をされたらですね、そういう憶測を呼ぶようなことがなかったということで、改めて一つは質問したということで、この点では内容についてのですね、理解をどう得るかという点での工夫を今後しっかり持っていただきたいと思うんです。それでね、でもう一つはその、こうします、いわゆる
疎水がそうなるということで、まあ、新聞報道もございましてですね、やっぱり地元の皆さんの声がかなり出ております。まあ、都経市の時に我が党の委員もそのことを表明したわけですが、これ6月にですね、建設局の方でですね、いわゆる説明会におけるですね、主な意見というのをですね、資料で我が党委員に出していただきまして、この時にですね、交通対策とか、疎水の対策とか、振動騒音対策についてとか、いろいろ住民の皆さんからですね、ご要望が、いわゆる意見が出た内容が紹介をされておりまして、で、まあ、それを見ましてもですね、例えば疎水、治水対策というところでは疎水の断面が縮小されるが、それによる洪水などの影響はないのかという市民の声、さらにはですね、疎水を暗渠化する範囲をが増えるのではないかとかですね、それから過去の水害で疎水から下水道管へ、下水道管から、家に逆流をしてきたことがあると、逆流のことも考えてほしいと、こういう洪水を受けるようなことを生んではならないのではないかと、これは当然のことですが、まあ、そういうふうなご意見などもありまして、結構その関心が高いわけですね。つまりその疎水から水が溢れてきたらどうするんだとか、そういう災害に、遭う危険がですね、縮小することによって出るんではないかと、まあ、こういうふうな、声が出ておりました。こういうことについてはご承知かと思いますが、どのように理解をされたというふうにお思いでしょうか。池部長。はい、事前に、住民の方々にですね、まあ、説明会を開かれて、まあ、説明をされたということでございます。で、この時に今先生おっしゃいましたような、意見なり、ご質問が、まあ、出たということで、承知をしております。いろいろご意見が出たということですけれども、まあ、今先ほども説明させていただきましたが、水の流れ流量につきましては、そういった検証を行いまして、縮小による、水の溢水、まあ、洪水等は、発生することはないということで、確認を、まあ、しているところでございます。まあ、ただ、まあ、工事を、やっていく中で、まあ、最終的な断面の縮小というのは今ご説明させていただいたんですが、まあ、工事をやっていく中でもですね、そうしたやっぱり懸念というものもあろうかと思いますので、そこにつきましては、まあ、これから建設局の方で、まあ、詳細設計をされるというふうに聞いておりますので、その中で、まあ、どういうやり方をされていくかということも含めまして、建設局と十分に連携を取ってですね、そうした危険リスクが、まあ、少しでも抑えられるように協議の方を進めていきたいというふうに考えております。以上でございます。北山委員。まあ、今のお話がありましたようにですね、まあ、工事そのものは、まあ、道路の拡幅でありますし、まあ、しかし今の疎水もなぶる、まあ、同然、3つのですね、JR の線がありますから、橋脚の工事もされなくてならない、かなり大規模なことになりますので、関心も高いしですね、まあ一つ一つが、まあ、担当が違うといってもね、市民の皆さんから見れば、まあ、京都市がやっているというふうに、まあ、見ております。だから今おっしゃっているように、建設局と疎水を担当するですね、上下水との連携、今きちんと話をしながらということでありましたが、これ具体的にですね、まあ、こういうことは言うてはなんだけど、よその局が主体的にやって上下水と連携をしている、この間、まあ、災害の問題ですとか、いろんな、まあ、河川の問題だとか、いろんな点でありましたがですね、そのあたりの連携がどうもこう不十分なんではないか、つまりその上下水としてですね、やっぱ全体の工事の状況ですとか、内容をしっかり掴んでですね、でそのことで、上下水道施設のですね、安全性だとか工事の進捗についてのですね、どういう役割を果たしているのかとかいうことなどについてですね、しっかりと掌握をしながら、まあ、委員会での説明にもしてほしいと思いますし、また住民の皆さんにもですね、そういう対応がされるということが必要だろうと思います。その連携はですね、具体的に例えばどういうふうになっているのか、例えば月に1回はきちんとそういうことをし合うとか、問題点を双方で協議をし合うとか、そういうふうな体制などもがあるんですか。で、またそういうようなことについてはどういうふうにこう掌握をするというふうに、双方ではなっているんでしょうか。池部長。
はい、建設局との連携ということでございますけれども、定期的にやっているということでは、ありませんけれども、必要なときに随時やっております。特にこれからはですね、今言いました詳細設計に入って、工事をどうやっていくか、どういうふうに段取りを組んで仕事を進めていくかということを、具体的に検討されていくということでございますので、我々といたしましてもその内容を十分にですね把握しながら、当然維持管理に影響のある部分、これについては我々としても管理にしようがないようなことで話もさせていただきますし、実際にはこれは工事を施工する段になるんですけれども、事前に建設局さんと覚書等を結んでですね、安全管理なりそのきっちりやっていただくというふうなことも考えておりますので、そのあたりも含めまして、建設局とは連携していくということでございます。以上でございます。そういう決意が述べられたわけですが、覚書をして、双方が確認をしていくというのは当然でありますので、そういったことなどについてもですね、当委員会にも私は報告をぜひ、節々にしていただきたいと思いますし、協定などを結べば、資料などとしてですね、また出していただけたらというふうに思っております。まだ先のことですので、またそれで後ほどやりたいと思います。はい、終わります。はい、この件に関しまして、他にございますか。吉田委員。今のご答弁でですね、局を超えた対策に関しては随時やっておりますという お話でありました。それはその通りですし、大事なことだと思いますので、そのことは積み重ねられて次はいつするかというのはいろいろ考えながらやってあると思うんですね。ただね、定例する必要は私はあると思うんですよ。定例化、建設局と上下水道局もそうですし、河川であれば国土交通省やですね、これと、ね、定期的に定例化していくということが、ね、私は非常に大事だと思います。昨年、自転車の安全対策の現地調査で金沢市に勉強に行きました。そこで金沢市では、子どもたちの通学路安全対策や自転車安全対策というテーマで NGO の方が、ね、大変熱心に活動されて、で日本の中でもトップクラスで先進的な自転車先進都市であります。でその中で市民のいろんな声、またそれを統括される大学教授を含めた指揮者のいろんな方々の声を踏まえて、通学路対策、河川の問題も含めた 国と県とね、金沢市の3社の実務者レベルの会合を定期的にやってはるわけなんですね。これは私は話を聞いて大変驚きました。その当時も私自身は京都市の市会議員としてですね、市民からいろんな寄せられる声で道路管理者と交通管理者の話し合いが定例化されていないという実態があったことをね、本当に憂慮してたのもありましてね、これは本当に金沢市では非常にいいことだなと思ったわけなんですよ。例えば道路が穴が開いてるんやったら、建設局が穴を直さはる、側溝も直さはる、せやけど交通事故対策はいやこれはもう風ですとかで、白線はちょっと風化しかどちらか分かりませんとか、信号はもう全部風ですとか言って、でその場合は、即時性は全くなくて1年も2年もかかって、その間ずっと言い続けないと全然進まないとかいうような実態があって、それはこの今日集まりの委員の人もですね、そのご経験がいっぱいあるわけでありますと思います。したがってその風とですね、市のですね、道路対策、安全対策、交通安全の問題というのをね、定例会議というのをね、絶対やってもらうのは困るというのをね、私自身は常から思ってるんですよ。結局今回のこの今のお話してた鴨川東岸のですね、疎水においては上下水道局も大事な大事な思い責任をお持ちであると、局を超えた安全対策のね、定例会議というのをね、これはもう国も府もそれぞれが担ってるけれども、それの情報交換の絶対大事だと思うんですよ。金沢市のその教授に聞いたらですね、実務者レベルで非常に仲良くなって、いろんなテーマのことがもうさまざま話し合われる、非常にスムーズで風通しのいいね、組織体になっているとおっしゃってました。理想的でありました。私は今のご答弁で定例はされていないけれども、その都度やっていますとおっしゃったことに関してはね、それはやらんよりもやってるのがマシですし、それは大事な点においては、もう時間を空けずにですね、1ヶ月の間に何遍もされることはもう当然やられてると思うんですけれども、
それと並行してですね、定例して局を超え、また府や国との連携も含めたね、定例会議、これをしっかりやっていくことも大事だと思いますので、検討していただいたと思います。最後のそのご答弁をいただいて終わります。池部長。はい、やはり情報共有というものがですね、今先生おっしゃいましたように大変重要なことであろうと思います。今いただきましたご意見を十分に踏まえまして、今後各部局とですね、連携できるように調整をしていきたいと思います。以上でございます。はい、他にございますか。なければ以上で上下水道局を終わります。質疑の途中ですが、暫時休憩をいたします。再開は1時5分といたします。